岡ちゃんのスワッコ暮らし。今週も始まりました岡ちゃんのスワッコ暮らし。この番組はひょんなことから今年の4月に長野県は諏訪市に引っ越してきた私岡ちゃんこと岡垣良賀が、諏訪を中心とする生活の中で感じたあれこれをこの声に気持ちに込めながらひたすら一人で喋っていくというものです。12月28日ということでね、いよいよ今年も終わり、今日を含めて4日でお正月ですね。2015年振り返ると、まず環境がガラッと変わりました。当然だ。学生時代は東京、埼玉、横浜って言っちゃったよ。神奈川じゃなくてね、なぜか横浜なんですけれどもと、首都圏で生活 していましたが、今年は就職を機に、長野県の諏訪市に引っ越してきてですね、全く知らない土地でありながら誰かのペースでもなく自分のペースで自分が好きなように楽しみを見つけてきました。例えばね、ギターを抱えて歌を歌うこととか、夏にね車を買ったのでドライブをすること、あとはね友達を呼んで諏訪を案内することなどなど。ちなみに今年はね、今年だけでだいたいね20人以上の友人にはるばるね遊びに来てもらいました。本当にありがとうございます。ね、はるばるね、なかなか知らない土地にね旅行に行くのってちょっとハードルが高いと思うんですけれどもね、まさか20人も来てくれるなんて僕は本当に嬉しくて、それがなんか今年の楽しみ方のかなりでかいところを占めていたなと思います。はい、でちょっと話は戻りまして、そうやって楽しみ方をが変わったり生活の仕方を変えて考えてみたり、もちろんね仕事を始めたので、仕事をするようになって、その関係でね新しく覚えること考えることがあったり、トータルで見た時にね、まあこれほどいろいろ宣伝してるのでわざわざここで言うまでもないかもしれませんが、今この段階でさえですね、今の暮らしというのはとてもいいというか、自分にね自分に合ってる、そんな気がしています。もちろん途中途中で不安な気持ちに駆られることもあり、夏には車でね踏み越えられると思った岩が越えられず、車の底の部分をね、ただでさえ車高が低い車なのに車の底を激しく損傷してしまい、それなりの修理費もかかったりというアクシデントもありましたが、でもそれくらいだね、よく考えればでかいアクシデントは、ありましたけれども、まずね心と体の健康を維持しているというのが何より大事なことであり、元気な証拠なんじゃないかと思っています。まずこっちに来てから医者にかかったことは一度もありませんし、そんな私岡ちゃんの来年の抱負というか目標というかはですね、これもそうなんですけれども、自分の自己紹介メディアを作るということ、しかもね今度はラジオだけじゃなくてトータルな、もうなんかいろんなものがねパッとこう一つのサイトに行けば大体全部わかるみたいな、近況もねブログとか、今はこのラジオとブログ、あとツイッターとフェイスブックなんかでね、よくこっちでの生活だとか、感じたこと感動したことなどなど紹介しているんですけれどもね、それぞれ分かれてやっている感じがあるので、これから先もっとたくさんの人に出会うことでしょう。その時にね、もっとたくさんの人に自分のこと、諏訪のこと、僕が、関心を向けていること、今僕が考えていることなどをね知ってもらって、そこからさらにリアルのつながりにつなげていきたい。そして自分のできることでね、身近な人にちょっとだけ役に立ちたい、そんなきっかけとなるべくもっと見やすくてまとまったメディアを作りたいと思っております。自己紹介をねするときに、とりあえずこのページを見てくれみたいな、もう名刺はいらないから俺のことはここを見て見てねみたいな、そんなことができればいいなと
思ってます。分かりやすくね、分かりやすいものを作らないとついつい話が長くなってしまうのが私岡ちゃんのウィークポイントでございます。はい、というわけで来年もどうぞよろしくお願いします。まあその前にですね、今週もまずは、最後までお付き合いいただければと思っております。岡ちゃんのスワッコ暮らし、岡ちゃんのスワッコ暮らし。最近の日曜日、仕事の昼休み、天気が良かったので途中でコンビニのコーヒーを買って、会社から徒歩約15分のところにある高島公園というお城のある公園に行った岡ちゃん。12月も終わりというこの時期、降り注ぐ日差しは暖かく、吸い込む空気は冷たく、公園を元気に走り回る子供たちを眺めながら iPod に入っていた懐かしい歌を聴いた。気がつけば昼休みが終わる時間が迫っていた。公園にはたった10分しかいなかったものの、満足げな岡ちゃんはお気に入りの歌を聴きながら薄く氷の張った川に沿って職場に戻るのであった。諏訪に来てから変わったこと、考えたことなどを主に話している、この名もなきセクション、今週はですね、楽しみを見つける、楽しみを見出すというテーマでお話をしたいと思います。冒頭の謎の朗読スタイルのお話、平たく言えばね、天気のいい日に散歩したよっていうことなんですけれども、うん、ちょっとね、何をするかも大事ね。天気のいい日に散歩したっていうことも大事なんですけれどもね、それをね、どこでやるか、誰とやるか、どんな風にやるか、どういう動機づけでやるのか、どの時間にやるのかとかね、そういう一つ一つの、なんだろうな、項目というか、そういうのをね、いじっていけば、諏訪というね、狭いエリアにいながらも何通りも楽しみを作ることができると、その時思いました。高島公園にね行くって話をさっきしたんですけれども、その高島公園に行くにしても、話にあったように、晴れた日とかね、コーヒーを持ってとか、あとお気に入りの歌を聴きながらとか、そういう条件の組み合わせで行くとですね、その公園というのは何度も、僕は何回も行ってるんですけれども、何度も行ってるところだけど、その時のね楽しみ方を作ることができます。その他ですね、例えばの霧ヶ峰高原ですね、僕の住んでるところの近くにあるんですけれども、その霧ヶ峰公園高原に行くとしても、昼に行けば、ね、開けたいい景色が楽しめますし、夜に行けば周りには明かりが全くありませんから、星空を楽しむことができます。その他ね、近くといえば諏訪湖ですね、諏訪湖に行くにしても、仕事でミスをしてしまった日、一人で反省会をしに行くというのと、僕が諏訪湖に行った時によく見かけるようにですね、カップルで手をつなぎながら湖岸を歩くというのとではね、やっぱり違う気分だと思うんです。時間もね、夕方であれば夕焼けを楽しむことができ、夜なら夜景を楽しむ、ことができというふうにね、そういうところでも変化をつけることができる、そんなふうに考えたらね、同じ場所に行くにしても、そういう項目を一つ一ついじっていけば、一つ一つがオリジナルな楽しみで、こうね、なんというか、ある種その楽しみ方がエクスクルーシブというか、自分たちだけが、まあ自分一人のこともよくあるんですけれども、誰か友達が来てくれた時に、そういう楽しみをね共有するとなった時に、自分たちだけが共有している感動の瞬間というのがね、できると、こう誰でも知ってるような、楽しみを共有した時よりも、もうね一層仲良くなれる、そんな気がしています。そういう楽しみ、自分でねこう作り出す楽しみみたいなのをね、
お金を払って誰かに与えてもらうのではなくて、こう自分で作ってやろうと思うとね、楽しむことなんですけれどもね、純粋に楽しいことだけれども、こうがぜんやる気が出てくるみたいな感じです。そうやって自分で見つけた楽しみをね、僕はよく SNS でシェアすることがあるんですけれども、シェアしていくと、これまでの人生の中でできた友達はたくさんいれども、その中でも僕の大好きな人だけがはるばる諏訪に遊びに来てくれますし、もともとゆかりのない土地であり、この諏訪というところはもともと僕はゆかりのない土地ではあったんですけれども、そのおかげというかそのせいでというか、こっちでの友人が少なければ、必要以上の付き合いもありませんし、そのおかげで自分のペースで、生活することができます。ですからね、ショッピングとか飲み会とか、そうやってなんかお金を払って誰かに与えてもらう楽しみがね、東京とか首都圏に過ごしていた、学生時代には周りに溢れていたんですけれども、その時代に比べても今の方がね、一見不便だって思うと思うんですけれども、今の方が楽しみの幅が全然違う、もう圧倒的に広い。だからこそですね、今社会人1年生ということもあり、決してね豪華な生活を送っているわけではありませんが、僕の生活はね、今これまでの人生を振り返ってみても、今かなりよっぽど豊かです。これは自信を持って言える。今年ね最後の、放送なんですけれども、これを宣言できてよかったとすら思います。というわけで今週は楽しみを見つける、楽しみを見出すというテーマでお話ししました。引き続き、お付き合いいただきたいんですけれども、続きましては弾き語りですね。今週の弾き語りは、彩香のみんな空の下という歌です。この歌はですね、僕が大学受験、特にセンター試験直前のこの時期、そうですね2009年のこの時期だからちょうどもう6年ですね、6年も経つなんてあっという間ですね。ずっと聴いていた当時の彩香のベストアルバムの中でも、なんとなくね僕を元気づけてくれた歌、ふとした瞬間に思い出したので歌います。それではお聴きください。彩香のみんな空の下。涙流さない、どんなに辛くても誰にも負けない強さ持ってるのは、周りを悲しませないあなたの優しさ、見つめる瞳、言葉なくても伝わるあなたの想い、負けないよって頑張るよって、何度も優しく笑うんだ、あなたの笑顔は誰よりも輝き、空まで晴れにしてしまう、何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよみんな空の下。いかがでしたでしょうか。彩香のみんな空の下聞いていただきました。最近ね家の近くにある床屋さんに行ってきました。床屋で何をしたかってね、髪は切ってないけれども顔を剃ってもらいに行きましたよ。普段ね髪は美容院で切ってるので、
あの数年は床屋に行ってなかったんですけれども、うん、なんかふとした瞬間にあの顔を剃ってもらいたいと思って行ったんですけれども、あのね、蒸しタオルの何とも言えない香りというか匂いというか、ね、石鹸の香り、違う、それとあとはあのクリームですね、こうシェービングクリームというかあの石鹸の香り、あとはあの普段自分じゃ手の届かないところ、よく見えないところの産毛を剃ってもらうあの感じ、子供の頃はねよく床屋さんに行っていたので何度も味わってたのにね、最近はなかなか行かないもんで、またもんでって言っちゃった、うん、忘れてましたけれども、改めていいもんですね。顔剃りだけっていうのはだいたいね女性向けのメニューかなとは思うんですけれども、ちょっとねちょっと顔を綺麗に見せるのには、うん、メンズにもおすすめです。と言っても僕も普段の生活はね酒蔵と家を行ったり来たりする生活なので、特に誰に会うっていうわけでもないんですけれども、しかも今の季節だからなかなかね東京とかから友達も、ね、来るっていうのも難しいと思うんですけれども、誰に会うってわけじゃないんですが、こう眉毛の下のラインが綺麗に剃られていたり、男ですけどね、肌がちょっと綺麗なのを実感するとやる気出るじゃないですか。わかるでしょ。うん、まあ今年も終わりということで、顔の毛も剃り、産毛を剃って綺麗になった顔で、新年迎えるのもいいじゃありませんか、ということで顔を剃ってもらったお話ですね。意外といいもんです。しばらく床屋さんから遠ざかっているあなたも、うん、気分転換に行ってみたらどうでしょうか。ということで、この番組ではリスナーの皆さんからの質問やメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス ryoggu0406@yahoo.co.jp、ryoggu0406 でリョック0406ね、@yahoo.co.jp です。または YouTube やシェア先の Twitter、Facebook 投稿のコメント欄にお願いします。それでは今週も最後までお付き合いくださりありがとうございましたといきたいところですが、まずね今年お付き合いくださり本当にありがとうございました。お相手は岡ちゃんこと岡垣涼河でした。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。